すがすがしい朝がやってきましたよ、えー。今日もいつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、どんな時にも感謝しなさいという聖書の言葉の励ましがありますから、あー主を喜ぶことは、あなたを愛してやまない神を喜ぶことは、あなたの力ですとありますから、この方を見上げながら、感謝の気持ちを持って、 また期待して一歩前進していきましょうあなたに送るバイブルからの言葉今日はヨハネの福音書4章の13節から14節の有名な言葉ですイエスは答えて言われたこの水を飲むものは誰でもまた乾きますしかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことはありません私が与える水は その人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます何という素晴らしい言葉でしょうかジーゼスは十字架の上で乾くとも訴えられましたまたすべて乾いているものを私のところに来て飲みなさい私を信じる者はその人の心のくそから生ける水の泉があふれているであろうとも語っています人間はこの泉の源を なる神から背を向けて生きるときに心に上渇きを覚えるものです。罪がもたらす結果はしすなわちこの潤いを与えてくださる方から背を向けて自分本位に生きるときに自分の心の中にカオス、上渇きをもたらすんだと。しかしジーゼスは私は生ける水だと。 永遠の命をあなたに与えると語ってくださっています。ぜひ今日イエス・キリストを心の中に意識しながらあなたの渇きを潤し荒野に道荒地に川を設けてくださるこの本質なる存在があなたを支え導いてくださることを信じましょう。そしてこの方により頼みながら今日の一日潤されながら周りの人々を 潤していくそういう存在として輝いていってほしいなと思います必ず輝けます神様あなたを用います Have a good day